こんにちは、たばいもんです。今日も観光学生生活の難易度を下げる情報を発信します。今日は肝硬変についてお話します。その前に、肝臓の解剖整理という動画を見ていただいた後やと、より理解が進みます。では行きましょう。今日の動画を見れば、肝硬変の症状が理解できます。肝硬変での食事指導、これ国家試験よく出ます。それもわかります。そして、幅広い分野の解剖整理の知識がつきます。肝硬変は非常に幅広い分野と関連しています。まず肝硬変とは何か。これは様々な原因によって肝小葉における弥漫性の繊維造成と肝細胞の壊死、また壊死、早い話が肝臓が硬くなって仕事できへん病気です。肝硬変はどうしてなるのか。ほとんどが肝炎ウイルスです。特に C 型が多いです。次に B 型が多いです。また皆さんご存知の通り、飲酒習慣でも起こります。では肝硬変の症状、非常にたくさんあります。浮腫、腹水、出血傾向、胃疲労感、女性化乳房、蜘蛛状血管腫、手掌硬反、肝性脳症、意識障害、黄疸、たくさんありますね。これだけの症状暗記しないでください。理解してください。ということで、肝臓の仕事を復習しておきましょう。アルブミン合成、血液凝固因子合成、コレステロールの合成、糖質代謝、ホルモンの不活化、アンモニアの解毒、薬物代謝、ビリルビン代謝と胆汁合成。先ほどの症状はすべてここと関わってきます。一個ずつ見ていきましょう。まずアルブミンが合成できないと浮腫、特に腹水を起こします。なぜアルブミンが不足すると浮腫を起こすのか。それはですね、水分を血管に引き寄せられないんです。だから血管の外にある間質液が増えるんですね。って言っても、ちょっとこれだけだと意味がわからないです。そこで浸透圧の説明をしたいと思います。浸透圧はいろんな動画で説明してるんですけども、非常に重要なので何回でも説明します。濃度の濃い場所と薄い場所がありました。もっと言うなら、栄養素の濃度の濃い場所と薄い場所があります。この時、栄養素の濃度の濃い方に水分は移動します。この時に栄養素の中身は関係ないんです。関係あるのは栄養素の多さと大きさです。その中でも水分を引き寄せる力、これを浸透圧って言うんですけども、この浸透圧が最も強い栄養素がアルブミンです。先ほど血管と間質液の話をしました。もうちょっと詳しく見ていきましょう。血管の壁にはですね、わずかな隙間が空いてるんですね。これを血管透過性と言います。そしてそこには血圧っていうのがかかります。このダブルパンチによって血管の中の水分は外に出ていくんですね。ほったらかしていると間質液はどんどん増えて、血管の中の水分はどんどん減っていきます。それを防ぐためにアルブミンがあるんですね。アルブミンは間質液に出ていった水分を浸透圧の力で血管に戻してくれるんです。それでも間質液の中に水分が多かったら、リンパ管が吸収してくれます。しかし肝硬変ではアルブミンが作れません。ということはアルブミンが不足します。つまり水分を血管に引き寄せられないんです。これによって間質液が増えます。浮腫が起こるんです。肝硬変での浮腫はですね、腹水を起こしやすいです。もっと言うなら、お腹の中の水分が非常に増えるんです。なぜ腹水を起こしやすいか。これは肝臓の特徴的な血管が関係しています。まず肝硬変は名前の通り肝臓が硬くなっています。ということは肝臓の中に血管流れてるんですけども、血管が流れにくいんですね。その影響で肝臓に入ってくる血管もなかなか入りにくいんです。ということは渋滞を起こすんです。肝臓に入ってくる血管のほとんどが門脈です。門脈については前回の動画をご覧ください。門脈が渋滞するともう限界っていうことで、門脈の外に水分が出ていくんですね。ということは、ただでさえ肝硬変ではアルブミンが作れません。ということは硬質浸透圧が低下しています。さらに先ほどお伝えした通り、門脈圧が更新します。するとさらに血管の外に水分が出ていきます。門脈はお腹の部分に流れています。出ていく先もお腹です。ということで腹水となるわけです。そんな腹水の症状、腹部膨満、そして
転倒リスク、これは前に体重がかかりやすいので転倒を招きやすいんです。さらに呼吸困難も起こします。なぜ呼吸困難を起こすのか、それですね、お腹に水が溜まりました。すると肺が圧迫されるんですね。ということは肺が広がりにくい、つまり息が吸いにくくなるんです。なので腹水のある人にはですね、ファーライを取ってもらいます。こうすることによって重力の力で横隔膜が下がります。すると肺が広がりやすくなるからです。そんな腹水の食事指導では塩分制限が重要となってきます。なぜ塩分制限が重要か、これは体液について復習しておきましょう。先ほどは血管と間質液までの話やったんですけども、今度は細胞内液、間質液、血液の話をします。間質液と血液は合わせて細胞外液と言われています。そして細胞外液にはナトリウムが多いです。それに対して細胞内液にはカリウムが多いです。ナトリウムを取ると間質液にナトリウムが増えます。ということはナトリウムが浸透圧の力で細胞内液から水分を奪っていくんですね。そうすると浮腫であったりとか腹水が悪化するんです。だからナトリウムは制限するんです。門脈圧更新の話をしたので、さらに恐ろしい話をします。門脈っていうのは消化器の臓器から出ていった静脈です。しかし門脈圧更新はそういった静脈が渋滞をしているんです。ということは消化器から出ていきにくいんですね。血液が特にその打撃を受けるのが食道です。食道の静脈が渋滞するんです。そして徒長します。これが続くと食道の静脈にコブみたいなのができるんですね。この状態を食道静脈瘤と言います。ちょっとした刺激でここが出血します。続いて血液凝固因子合成ができないと出血傾向が起こります。血液凝固因子はですね、肝臓で作られます。ちなみに血液凝固因子は出血した時に血小板が血を止めてくれるんですけども、それだけではちょっと心もとないんですね。それをさらに補強してくれるのがこの血液凝固因子です。しかし肝硬変では血液凝固因子の産生ができません。なので出血傾向となります。続いてコレステロールの合成、これができないとコレステロールが低下します。でもこれは国家試験あんまり出ません。続いて糖質代謝、これがうまくいかないと疲労しやすくなります。なぜか見ていきましょう。糖質の代謝、復習です。エネルギーが必要な時に肝臓に蓄えられている糖質、これをグリコーゲンと言います。これをグルコースにしてくれます。そしてグルコースはエネルギーに変わります。しかし肝硬変になるとグリコーゲンからグルコースになりにくいですね。するとエネルギーが不足するんです。続いてホルモンの不活化ができないと女性化乳房とかクモ状血管症を起こします。ホルモンの代謝について復習しておきましょう。ホルモンは自分の役目を終えたらですね、肝臓に行きます。そして肝臓で不活化されます。これはエストロゲンも一緒です。エストロゲンも肝臓で不活化されます。しかし肝硬変では不活化できないんですね。ということはエストロゲンは溜まっていく一方なんです。これによって女性化乳房とかクモ状血管腫、腫瘍硬変を起こします。って言っても下の2つよくわかんないですね。クモ状血管腫とか腫瘍硬変ってどんな症状やねん。それを知る前にエストロゲンの作用について知っておいてください。エストロゲンの作用は非常にたくさんあります。その中でも今回関係しているのは血管を拡張させることです。血管を拡張させるということは道が広がるわけです。ということはそこに流れてくる血液も当然多くなります。つまり血流量が増えます。血流量が増えるということは皮膚表面からも赤く見えるんですね。これを硬斑と言います。ちなみに硬斑は赤い部分を圧迫すると消えます。肩とか胸とか首などに雲のように硬斑ができます。これを雲状血管腫と言います。
続いてアンモニアの解毒ができないと肝性脳症になります。アンモニアについて復習しておきましょう。古いタンパク質、厳密にはアミノ酸なんですけども、これを分解するとアンモニアが出現します。そんなアンモニアを解毒するのが肝臓です。アンモニアは解毒されると血中尿素窒素 BUN に変わります。しかし肝硬変ではアンモニアを解毒できません。ということはアンモニアは溜まっていきます。アンモニアの影響をもろに受けるのが脳なんです。アンモニアが溜まって脳に到達すると肝性脳症というのになります。肝性脳症の症状、どんなんがあるかと言いますと、まず羽ばたき振戦です。手をピンとしてこうやってプルプル震えることです。他にも意識障害とか異常行動などを起こします。そんなアンモニアの大元は古くなったタンパク質、もしくは腸内細菌で分解されたタンパク質です。つまり大元はタンパク質なんです。ということで肝硬変での食事指導ではタンパク質も制限します。塩分に続いてタンパク質も制限するんですね。また先ほどさらっとお伝えしたんですけども、タンパク質を腸内細菌が分解するとアンモニアを発生します。通常であればこれぐらいのアンモニアやったら肝臓で解毒してくれます。しかし肝硬変ではなかなか解毒できませんよね。さらに便秘になってしまうと腸内細菌が増えてしまいます。するとその分アンモニアの発生も多くなるんです。なので便秘にならないように食物繊維をしっかりとっておく必要があります。なので肝硬変では塩分制限、タンパク質制限、そして食物繊維はしっかりとりましょう。続いて薬物代謝ができなくなると薬物血中濃度が上昇します。これも復習しておきましょう。肝臓では薬物の効果を弱めてくれます。特にそれの影響を受けるのが内服です。内服は腸で吸収された後一旦肝臓に行きます。それによって効果を弱めた上で全身に流れていきます。しかし肝硬変になると内服の効果が弱められないまんまなんですね。ということは薬効が強いまま全身に流れていきます。こうなると薬が効きすぎるので血圧を低下させる薬、つまり高圧薬です。これが効きすぎて急に血圧が下がります。それによって転倒を招くことがあるんです。最後はビリルビン代謝と胆汁合成、これができないと黄疸になります。これも復習していきましょう。赤血球は120日で寿命を迎えます。寿命を迎えた赤血球は脾臓で破壊されます。この時にできたのが関節ビリルビンです。この関節ビリルビン脂溶性なんですね。つまり油に溶けます。しかし血管の中は水分だらけなので動けません。ということでアルブミンが関節ビリルビンを乗せて肝臓まで運んでくれます。肝臓では関節ビリルビンを直接ビリルビンに変えてくれます。これをグルクロン酸包合と言います。これが胆汁の材料になるわけですね。しかしグルクロン酸包合が肝硬変の場合はできないんです。ということは関節ビリルビンがたまる一方なんですね。関節ビリルビン、これがどんどん溜まっていくと黄疸になります。ということで重要なところをまとめてみました。空欄を埋めてみましょう。では答えの発表です。まず血小硬質浸透圧の低下と門脈圧の更新によって腹水になります。腹水では塩分を制限します。女性化乳房などはエストロゲンを不活化できないことが原因です。肝性脳症はアンモニアを解毒できないことが原因です。肝性脳症の予防にタンパク質の制限とか食物繊維摂取を指導します。薬物代謝ができないと薬効が強くなります。ここからは国家試験問題です。
今回43も用意しました。肝臓の機能で正しいのはどれか。答えはタンパク質の代謝です。胆汁は作ってくれます。貯蔵するのが胆のうです。胆汁の作用はどれか。答えは脂肪の乳化です。脂肪を溶けやすくするんです。肝臓の機能で正しいのはどれか。答えは3番、ホルモンの代謝です。これ必修で出たんですけども、不適切扱いを受けました。蛍光投与後の薬物が初回通過効果を受ける場所はどれか。答えは2番、肝臓です。内服が肝臓で代謝を受けることを初回通過効果と言います。肝機能の指標となる血液性化学検査の項目はどれか。答えは4番、 ALT です。他には AST もあります。横断で汚染を確認しやすい部位はどれか。この問題過去15回で4回出ています。もう定番中の定番です。答えは4番、眼球結膜です。胆汁が混入していることを示す塗物の色はどれか。答えは4番、緑です。ちなみに3番の赤、これは食道の出血が疑われるんですけども、食道静脈瘤が破裂すると赤っぽくなります。肝硬変患者の腹水貯留に関連するのはどれか。答えは2番、アルブミンの低下です。もう一つは門脈圧の更新です。肝性脳症の直接的原因はどれか。答えはアンモニアです。アンモニアを解毒できなくなるので脳に障害を与えるんです。浮腫の原因となるのはどれか。答えは2番、リンパ管流の不全です。エストロゲン低下によって更年期の女性に起こるのはどれか。答えは骨量の低下です。内服薬の初回通過効果が主に起こる部位はどれか。答えは2番、肝臓です。薬物動態で言えば代謝に当たります。薬剤の血中濃度の上昇が最も遅い予約方法はどれか。答えは2番、経口薬です。一番遅いです。なぜなら肝臓で代謝されるからです。肝硬変患者の門脈圧更新による症状はどれか。答えは3番、腹壁静脈の徒長です。ちなみに1、2、4も全て肝硬変患者の症状ではあるんですけども、それぞれの原因を分かっておくようにしておいてください。ホルモンを分泌するのはどれか。答えは3番、膵臓です。
肝臓はホルモンを分泌しないんですね。不活化するだけです。飲酒に起因する健康障害はどれか。答えは肝硬変です。初期症状として下肢の浮腫が特徴的なのはどれか。答えは2番の鬱血性心不全です。肝硬変は下肢の浮腫よりも腹水を起こしやすいです。糖尿病の合併症でないのはどれか。答えは肝硬変です。他は全部糖尿病の合併症です。肝硬変で見られる検査所見はどれか。2つ。答えは血中アルブミン値が低下します。そして血中アンモニア値は上昇します。プロトロンビン時間というのは出血を止める時間のことです。しかし出血傾向になるのでプロトロンビン時間は延長します。血小タンパク質の大部分を合成しているのはどれか。これですね、2番、肝臓です。血小タンパク質の大部分、つまりアルブミンたちのことです。これを作っているのは肝臓でしたね。肝細胞で合成されるのはどれか。2つ。答えはアルブミンとコレステロールです。無椎の静脈はどれか。答えは5番、門脈です。腕頭動脈は右側にもあって無椎なんですけども、今回は腕頭静脈なので無椎ではありません。老化による身体機能の変化と薬物動態への影響との組み合わせで正しいのはどれか。答えは3番、間欠流量の低下が薬効の増大になります。間欠流量が低下すると代謝がしにくくなります。ということは薬の効果を弱めれないので強いまんまになります。血液中の濃度の変化が高室浸透圧に影響を与えるのはどれか。高室浸透圧っていうのは血管に水分を引き寄せる力のことです。それを担っているのがアルブミンです。59歳の男性、両肩と胸部の皮膚に異常をきたしたため来院した。皮膚の写真を別に示す。聴取する項目で優先度が高いのはどれか。答えは2番、飲酒歴です。この症状はクモ状血管腫です。そしてクモ状血管腫はエストロゲンが不活化できないことで起こります。つまり肝臓に異常があるということですね。肝臓を悪くさせる原因に飲酒がありました。なので2番の飲酒歴を見ていきましょう。血液中のビリルビンの由来はどれか。答えは5番、ヘモグロビンです。ヘモグロビンが脾臓で破壊されるとビリルビンになります。 A さんは肝硬変と診断され、腹水貯留と黄疸が見られる。 A さんに指導する食事内容で適切なのはどれか。答えは1番、塩分の少ない食事です。タンパク質も制限します。逆にいっぱい摂ってほしいのが食物繊維の多い食事です。
肝硬変患者の意識が混濁し始めた。アセスメントで最も重要なのはどれか。答えは血中アンモニア値の上昇です。アンモニアが脳に障害を与えて意識が混濁しているんですね。肝硬変で皮下出血、腹水貯留及び手指の浸潜がある患者に対する食事指導で適切なのはどれか。答えは4番、塩分制限食です。塩分を取ると腹水が悪化するからです。肝硬変患者の腹水貯留に関連するのはどれか。答えは2番、アルブミンの低下です。血管に水分を引き寄せる力が低下して門脈圧、亢進も重なるので腹水が起こります。腹水のアセスメント項目に該当しないのはどれか。腹水っていうのは言うたら浮腫ですということで、水分関係の観察項目が重要となってきます。しかし4番の排便量はそこまで関係はないんですね。なので答えは4番です。慢性腎不全で出現しやすいのはどれか。まず答えは4番、出血傾向です。そして1番の羽ばたき浸潜、これは腎臓の障害では起こりません。肝臓の障害で起こります。肝性脳症で起こる症状ですからね、しっかり覚えておきましょう。単位とその目的の組み合わせで正しいのはどれか。まず答えは1番、心不全時の機材、静脈管流量の減少です。そして4番、これは腹水貯留しているということは横隔膜を下げないと肺が圧迫されたまんまなんですね。なので横隔膜を下げるが正解になります。肝硬変におけるチャイルドピュー分類の判定項目はどれか。2つ。この問題正答率ものすごく低かったです。10何%とかです。答えは1番、プロトロンビン時間、2番、血清アルブミン値です。このチャイルドピュー分類というのは肝硬変の重症度の評価に使います。他に脳症、血清ビリルビン値、腹水があります。慢性心不全の患者の急性増悪を疑うのはどれか。答えは2番、喘息用症状です。そして4番、蜘蛛状血管腫は心不全とは関係ないです。肝硬変と関係しています。皮膚病変とその原因になる疾患の組み合わせで正しいのはどれか。まず答えは4番、四半血小板減少症です。そして3番、主症候犯っていうのは肝硬変の症状です。細菌性髄膜炎の症状はどれか。答えは1番、襲名です。そして2番出てきました、羽ばたき浸潜、これは肝硬変の症状でしたね。アンモニアを解毒できないので肝性脳症になります。その時の症状に羽ばたき浸潜がありました。ベーチェット病に特徴的なのはどれか。答えは4番、口腔内アフター性潰瘍です。そして3番、羽ばたき浸潜、これは肝硬変の症状です。羽ばたき浸潜何回も選択肢出てくるんですけども、なかなか答えに選ばれないです。頑張れ羽ばたき浸潜。ここからは状況設定問題です。 A さん、43歳女性は吐血のため救急搬送され、食道静脈瘤破裂に対して緊急止血術が行われた。腹水は少量認められるが経過は良好で近日中に退院を予定している。A さんは5年前に肝硬変と診断されている。A さんへの食事指導で正しいのはどれか。2つ。
答えは硬い食品を控えます。辛い香辛料も控えます。これらは食道を刺激させてさらに出血を招くかもしれないからです。そして1番、タンパク質は制限します。塩分も制限します。食物繊維はむしろ取ってもらいます。 A さん52歳男性は5年前に C 型肝炎肝硬変と診断され、1回の入院歴がある。退院後医療機関の受診を中断し3年が経過している。毎日ウイスキーを約 300ml 飲んでいる。夕食の2時間後に約 1100ml の吐血があり緊急入院となった。身体所見、体温 35.4 度、呼吸数26、脈拍122、血圧86の42、顔面は蒼白、霊感を認める。意識は生命だが不安げな表情をしている。検査所見、赤血球278万、ヘモグロビン 8.4、 総ビリルビン 4.1、 アンモニア188、カリウム 3.9、 血糖102。入院時の A さんの状態として考えられるのはどれか。答えは食道静脈瘤が破裂しています。これは門脈圧更新によって食道静脈瘤ができました。それが破裂したことによって吐血したと考えられます。先ほどの事例です。検査の結果、 C 型肝炎に対し抗ウイルス療法が開始され、退院後は定期的に外来通院することになりました。退院に向けた A さんへの食事指導で適切なのはどれか。2つ、答えは禁酒と熱い食べ物を避けます。これは食道静脈瘤の予防のためです。そしてお酒は肝臓をさらに弱らせます。そして2番、食物繊維は必要です。3番、タンパク質は制限します。4番、カリウムではなくてナトリウムを制限します。この3つしっかり押さえておきましょう。この3つの知識があれば消去法で1番と5番を選べれます。最後の問題です。 A さん89歳女性は息子夫婦と3人暮らし。障害高齢者の日常生活自立度判定基準 A の2、腹部膨満感とふらつきを自覚したため受診したところ、原発不明のがんによる多臓器の転移と腹水貯留が認められ入院した。入院時に医師から A さんと家族に回復の見込みが低いことが伝えられた。看護師に A さんはもう十分長生きできましたから自然に最後を迎えたいですと話した。所見、身長148センチ、体重43キロ、腹囲80センチ、体温 36.8 度、血圧128の80、経皮的動脈血酸素飽和度 97%、 意識レベル生命、ヘモグロビン 6.9、 総タンパク 4.5、 アルブミン 2.9、 AST45、 ALT60、ナトリウム130、カリウム 4.2。 A さんは全身の衰弱が見られるものの、 A さんの希望で病室のトイレには歩いていくことになった。看護師は A さんは転倒するリスクが高いと判断した。 A さんの転倒要因はどれか。2つ、ポイントは腹水貯留とヘモグロビン 6.9 です。ということで答えは貧血でフラフラしやすいこと、そして腹水貯留によって体重が前にかかってしまうということです。それによって転倒がしやすくなるということですね。ということで本日の動画は以上となります。動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、友達や後輩の紹介をお願いします。 Twitter、Instagram で毎日国試問題を出題しますので、概要欄からフォローの方お願いします。これでメディックメディアさんとコラボさせてもらった時に重要な10この疾患すべて終わりました。これらの動画を見てもらって幅広い分野の知識のベースとなる知識を蓄えてください。そして年明けからバンバン点数を上げていきましょう。それでは皆さん勉強頑張ってください。今日もありがとうございました。